いいね、目が大きくなる。たー、終わりました。スタジオ公演が終わりました。ちょっと不安だったんですよ、今日フルであるっていうのをね、フルであるっていうのを知った日から知った日から不安やったんですけど、でもなんとか前葉さんのお誕生日もしっかりお祝いできましたし、私自身もねヘトヘトにならず頑張れました。ただね、ちょっとね、あの衣装関係でさ、ベルトがさ、なんかなんだろう、あの金具が締まらない感じの、なんかよくわかんない金具のさ、こう入り組んじゃって、ベルトがね暴れてたんですハプニングがいっぱいあった。あと足にぶつかっちゃってマイクごとってやっちゃったり、もう本当に反省点がたくさんあります。まあメールで送ったことなんですけど、まあ、でもすっごい楽しかったし、すっごいなんかやっぱ生誕祭の心温まる感じの雰囲気は、なんかねいいなって思いました。まあ、反省点は私の今後の公演で、もう過去に起こったことは仕方ないから、今後のね自分の行動次第、意識次第なので、それは反省点は受け止めて次のね行動に移していきたいと真面目に思いましたとさ。まあベルトはそうだねベルトはちょっとね、ベルトは暴れてたのはどうしようもなかったね。ありがとうございました。スルンってマイクが抜けちゃった。スルンって、なんかね多分ね、あの整髪剤をそれまでにちょっと触ってたのが多分問題なんですよね。スルンとぬるんってマイクが飛んじゃって、怪我は大丈夫？大丈夫です。って言っちゃった。まあ忘れてください皆さん忘れてください。じゃあ今日の私の良かったところを聞いてもいいですか、皆さんに。インタビュー、私は自分で良かったところが分からないから、皆さんにインタビューします。お、ツインテールハモリ大きく踊ってた、姿勢楽しんでた、おー嬉しい、こんばんは。
嬉しいです。なんかね、膝の調子が悪くなくてさ、夏8月9月はスタジオの公演に出てなかったんですけど、まあ、膝も良くなったということでマネージャーさんにもうスタジオ公演入れても大丈夫大丈夫って言われて入れました。入れましたというか入れてもらったっていう感じです。今はね、膝はねもう大丈夫です。大丈夫になりました。そう、一応理由があったんですよ。そうなんです。ハモリ、やっぱね、スタジオはねハモリがねできるのが楽しいですね。いいと思う。あれがね、私の中で結構楽しいの割合を本当に占める、ハモること。他の曲もいっぱいハモりたいなって思う。ヒゲメガネさん、ソリオさん、イルロッソさん、ヨシキさん、ピンクカメオさん、アさん、アンニャンさん、トゥブさん、ギフトありがとう。アンニョンさん、卵サンドさん、サンライナーさん、豊中のヒロさん、世紀末の人間さん、バオバブさん、キノコのカパパさん、クジマスさん、ゴーさん、ガンドチャートさん、クジマスさん、レフトさん、モンブランさん、マサキさん、マナブンさん、ヘリアンさん、ギフトありがとう。カタカナのタカさん、セイちゃん、ギフトありがとう。イワシヤさん、ツノちゃん、ウリンちゃん、怪盗14125さん、ムーさん、ギフトありがとうね。ギフトありがとうございます。ヤスさん、ブンさん、モンブランさん、ケイチさん、タさん、ズミさん、ズーちゃん、キヤさん、サータカさん、クジマサさん、ゆきはさん、ギフトありがとう。ジャボテンさん、おみかんさん、ありがとう。テレレレテテレレテレレレチェチェチェテスタステディオ公園、ありがとう。10月の10月8日の花だれもよろしい、あ、よろしい、よろしい、よろしく。スタジオ公演が入らない文字数、ユニット公演、ユニット公演でギリ入る。明日は私は何もなくて、明後日が花だれですね。2公演あります。普通の公演とゆみりんさんの生誕祭っていう。うりんちゃん、ギフトありがとう。信濃川さん、わらびもっちーさん、ひなたさん、きよさん、カタカナのたかさん、はるきんぐさん、かげとらさん、モフィラさん、サビヤマさん、ひげめぐねさん、イルラストさん、ソリアスさん、ギフトありがとう。しんいちさん、みはひなさん、じゃぼてんさん、ありがとう。
パパさんありがとう。花だれ行くよ。おお。花だれは前回はあやっぱん、ありちゃんあやっぱんの生誕祭だったよね。あやっぱん、ありちゃんしたよね。だよね。あとそれ以来かな。それ以来そうですよね。残卓さん尊いありがとうございます。ウリンちゃんギフトありがとう。吉田くさんありがとう。ツインテール終了してます。ツインテール撮りました。今日のスタジオ、ね、ユニット公演の髪型は本日の生誕祭の主役前葉さんがリクエストしたツインテール、こんな髪型をしてたんですけど、さすがにもうねこのお家ではリクエストされてないので、公演でのリクエストなのでツインテールはもう家では終了です。ツインテール可愛かった、ありがとうございます。こんばんは。ハイキーさんギフトありがとう。さては花どれです。ちょこちょこ来てくれる声がありますね。ありがとうございます。しんごちゃんギフトありがとう。定期的にツインテール。そうなんですよ、なんかね意外とねスタジオをねツインテールよくするんですよ。さ影響ツインテール、そうなんかもともとツインテールはしない予定やったんですよ。でもリクエストされたら断るに断れなくて、みんなもうツインテール他のメンバーもしてたから、ちょっとね流れに乗らないといけなかった。こんばんは。あんちゃんギフトありがとう。セブンティーンの時のアイコジが良かった。本当？なんか17歳になりきってやった。トゥルルルッテテルトゥルル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 ずっと探してた奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ、バスをなんて見過ごせば運命が追いつくの、未来の恋人ててて。なんかさっき雲が出て雲をやっつけました。雲をやっつけた。また雲が出てきた。よく雲が出てくるんですよ。この野郎この野郎、私の家に勝手にお邪魔するなんて。入場料を取るぞ雲の野郎。プップボン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 、ピシピシピシ、カマキリ、カマキリスタイル。
かめんどくさいコメントが流れてくるんだけど、何なの、かまってほしいの。かまわないよ。ウリンちゃん、ヒゲメガネさん、キノコのかパパさん、ジャボテンさん、カタカナのタコさん、ヒゲメガネさん、ギフトありがとう。ジャボテンさん、バオバブさん、イックネーさん、ギフトありがとう。カルカンさん、ハルキングさん、ギフトありがとう。運命が、うんうんうん、てててててて、運営さんに報告するから、そういうの全部。猿山さん、ギフトありがとう。公園でもう少し、あ、レスですか今日はもうちょっとレスしてもよかったなって思いました。うん、それは私も思った。だから10月4日の花だれでもうちょっとね頑張ってレスしようと思いますせっかく来てくれてるからね、なんかもっと客席見ないとなって思った。てか毎回なんか私はそう思って思いながらもまっすぐ向いてしまうちょっとねスタジオ難しいんだよね、難易度高い。花だれでできるところはね、花だれ公園でできるところはいっぱいあるので、そこで10月4日は頑張りたい。のぶうやでさん、関さん、ひげめがねさん、とる太郎さん、イエスありがとう。トゥ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 。最前列。私ね結構ね真ん中に座ってる方にレス送ること多いかもしれん、癖かも。こう会場がこうあったとしたら、こっちがステージ側だとしたら、なんか最善の方にはなんだろうね最善の方にももちろんレスを送ることはあるんですけど、こうなんかこうなんだろう、真ん中を見る癖があるんですよだから真ん中に座ってる小島ニアさんとかをに結構レスしがちで、それでね後ろの方もね頑張ってレスはするんだけど、レスしてるつもりなんだけど、なんかね私ね真ん中の方になんか目合わせるのがなんかさ、私のレスいらないかなって思って、うん、なんか私以外の方のファンでファンの方にレスをしたらなんかいらないかなって思ってあんまり遅れない。さ
ンライナーさん、なるほど、ありがとうございます。昨日ギリギリチェキ申し込みました、ありがとうございます、嬉しい。嬉しいのかな。でもさ、こうやってやるときたまにあるの、全然知らない人に。でもね、ってされる、みたいな。あ、だから私のレスはいらないんだと思って。なんかちょっと躊躇するようになった。ジャボテンさん、信濃川さん、ギフトありがとうございます。気づいてないだけ。あら、大遅刻しちゃった。それはかなち。照れてるの、みんなレスを求めてるんですか。推し関係なく、やっぱレス来るのは嬉しいものなんですかね。そうなんだ。私ちょっとすぐめげてしまう。なんか、いやーとかする時あるんですよ。そのペンライトいいねーとか。たまに。照れてるの。でもその時、あのね、結構ね、プイってプイってされたり、あとね、なんかこうってされるから、目をこう節目にされたりするから、あ、私のことそんなになんか推しメンじゃないからいいんだって思って、いらないんだって思って、だからちょっとね、自分の推しの方にはレスをするようにしてるんですけど、まだもう まだできない。私はできない。ずっとね、めげてしまう。ルフトさん、かわいい、ありがとう。推しだけでいいです。こんばんは、こんばんは、みなさん、こんばんは。
っていうかさ、蚊に刺されてさ、足首の裏めちゃ痒い、めちゃ痒い、めちゃめちゃ痒いよ、めちゃめちゃ痒いよ。なんかさ、私今めっちゃ遠くにおる人みたいになるね。ちっちゃい人みたい。こんにちは。本当に蚊ですよ。兵庫でね、お仕事あったんです。それでその時にね、刺されたの。こんばんは。りょうさん、 NRR0022 さん、カタカナのタカさん、キノコのカパパさん、タンタンタヌキさん、バケハくん、バオバブさん、レフトさん、ツノちゃん、ゲンドさん、バケハくん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。チースタロか、お前のチースタロか。なんか眠気がめっちゃきた。今めっちゃドッときた。一気に今眠気がバンってきた。うわー、みんな起こして、みんな私を起こして。バンバンバン。起きた。アイコジパン好きです。おはようございます。みんなが起こしてくれる声が聞こえた気がした。スーミーさん、ハートありがとう。キノコのクパパさん、シュウジさん、ジャムテンさん、 NRR0022 さん、ダースーさん、ダースさん、シュウジさん、おみかんさん、
ガントチャートさん、カタカナのタカさん、フナオさん、モピラさん、リョウさん、きっとありがちょ、キヨさん、東京1068さん、いい人ありがとう。じゃあ私のことをもう一回起こしてください。おお。おっとおっと、危なかった。今ちょっとどっかいい意識が飛びそうでした。危ない、危ない危ない。みんなの声が聞こえた。危ない危ない危ない、本当に危なかった。ただいま、セーフ。声聞こえたよ。カタカナのタカさん、ソリオさん、ソリヤマさん、ギフトありがとう。今日ね、めっちゃではないけど、まあまあ早起きしたの。だからもう眠くなった。もうさ、私お姉ちゃんでさ、眠い、今日は眠いって言ったら、愛ちゃんはいつも眠たがってるよって言われる。え、そうかな、そうかな、起きてるよ、起きてるよ。でもね、実家におるときはね、お母さんにふざけ倒すんですよ。お母さんにね、なんでも言う。おおおお、そう、お腹がすいた、お腹がすいた、おおおおおおとか言って、そしたら私の対応に慣れてるので、お母さんは、あ、じゃあ何か食べるって言われます。あ、何か食べる、何か作ろうかって言われるんですよ。作ってほしいかも、作ってほしいかも、かもって言ったら、お母さんご飯作ってくれます。そういう時は大体野菜炒めとか、なんかね、お肉焼いてくれる。お肉焼いてくれるよ。お肉食べるとか、もうこの時間だからフルーツにしといたらって言われて、シャインマスカットシャインマスカットって言ったら、シャインマスカット、お母さんは笑ってくれます。わがまま娘、あー
がわわ娘そう、もう感謝しないといけない ズーミンさん、ウリンちゃん、カタカナタカさん、スズネさん、ガントチャートさん、モンブランさん、キノコのカパパさん、シュージさん、なるほど、ありがとうございます。コングラチュレーション、ドゥルルルルルン、ドゥルルルルン、ドゥル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 はいはい、トゥルルトゥルトゥルルルン、はい、トゥル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 、パラ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 パパパラ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 、ああはい、やばいやばい、また眠いからさ、もうほんと変なテンションになっちゃう。父さん母さんありがとう、大切な人ができたのです。パラ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 この曲は、この曲はですね、曲調が好きです。なんか曲、歌詞はなんか結婚する人の話だけど、私はね、この曲は歌詞じゃなくて曲調が好き。わードゥルルトゥ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 ル、あんたにゃもう台風、私はほんとナイスバリバリバリ、自分で言うくらいバカじゃないじゃない、トゥル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 トゥン、熱けりゃ冷ませばフーフー誰にもわからない、恋愛っていつ気がつくの、やダイナマイトゥルトゥルトゥル、恋はダイナマイ、チュル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 チュン、どんなに不景気だって恋はフレッシュ、どんなに優しく、歌詞がわかんない、どんなに
なら明るい未来に就職しよっか。日本の未来は wow 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 世界が羨む yeah 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 恋をしようじゃないか wow 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 さ I call you on the time。チュル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 チこれ楽しくない？これみんなでやりたくない？だろ。あ、もう充電がなくなってきた。こんばんは。カタカナのタカさん、レンタルキャットさん、ガントチャートさん、シュージさん、キルシーさん、ジョボテンさん、マサキさん、ティースさん、ニックネーさん、バオバブさん、ジョボテンさん、ギフトありがとう。握手会でもこれするんですか？まだ元気があり余ってますね。この前 NST 祭りでお見かけしました。バリ可愛かったです。ありがとう。新潟の方もバリって言うんですか？新潟弁ってなんか「べらぼうにかわいいね」みたいな、そういう方言がありそう。べらべらかわいいみたいな。こんばんは、夜のニュースです。ドゥ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 勝利の女神はどなたに微笑むでしょうか。ああああ勝利の女神は誰にも平等でしょうか。怒ってるって腹減るって愛し合ってもうダメってドゥ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 生きるのって忙しい。 What do you want? It is necessary。 たった一つたった一人を不安にさせたままで世界中増えるの。たった一人の約束させられない、納得させられないで幸せにできるの。ドゥルルルッドゥドゥルルルッドゥドゥ
この What is Love 知ってますか？モーニング娘さんの。ドゥルル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 ドゥル。小島さんのダンスのファンです。え、こんなんやってる、こんなんやってるだけだよ今本当に。うわ、確かにもう10年前になるんですね。早っ。怒ってるって腹減るってダンスに限らず全てのファンでした。ありがとうございます全て私のヘンテコリンなこんなところも好いてくれるんですね。小島さん年齢の割に色っぽい。そうかな、そうかな。私は全然子供な部分がいっぱいありますよ。ぜいたくに切りがないことは承知上だけど前後左右見え張ってしまうのが常。勝利の女神はどなたに微笑むでしょうか。勝利の女神は誰にも平等でしょうか。怒ってるって腹減るって泣いてるって笑えるって熱くなって今日冷めて生きるのって忙しい。 What do you want? Is it necessary? たった一人を納得させられないで世界中くどけるの。たった一人を不安にさせたままで世界中幸せにできるの。寝ないように必死なんだけど寝ないように今必死です。歌って暴れて。いやちょっと1時間はさ配信したいなって思って。そうそうそう。そうそうそう。ねえ、やさこ。まあでも、もうすぐで1時間経とうとしてます。皆さん私に何を歌ってほしいですか？もう聞きたくないか、もう歌うのやめろって感じですか？目をひんむいておくね。じゃあ目ひんむきタイム。いいいいいい。高野の高さん、くじまささん、きよさん、ギフトありがとう。ライブに行こうさん、しゅうじさん、まさきさん、カーブ坊主さん、ガントチャットさん、いぐねこさん、
品永さん、つなちゃんギフトありがとう。友達より大事な人、え懐かしいんだけど、ねえ君はもう友達じゃない、友達より大事な人、明治から出そうぜ、明治から出そうぜ、おーおーおー全力でいこうぜ。新潟の昼の MC 以降合い子字が気になってる。新潟の、ああココアさんとオキさんですね。あの二人は本当にね良くないよ。私のことを本当にねちょっとバカにしているんだよ。え？私をバカにしている人ちょっと多くないかな。私のこと何を。どこをいじる要素がありますか。私のどこにもいじる要素ありません。スの不祥事逃がさない、消してあげる、うよい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 。そうだ、沖さんはよくメンバーをいじりがちです。ココアさんもですね。私ねセクシーさ皆無なんですよ本当に。もうねなんか雰囲気で言われてるんですけど、私のね実家での様子とか見たら、え何このセクシーのかけらのない人って感じなんですよ。とね私はねもう無縁なんですよ正直。なんか雰囲気でそう言われてるけど、まあ、そもそもなんか何の雰囲気を出してるのか分かんない自分では。普通にこうって黙ってるなだけなんですよ。なのになんか勝手に勝手にとか言って勝手にあの色気があるとかセクシーとかこうやってるだけだよ私ってやってるだけなのに、ってやってるだけなのに言われます。なんで意味が分からない。どういうこと。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる、シルブプレプレプレジデン。大統領になったらね、まずは君を捕
甘いるね、濡れたタオルで洗い私が歌うあのモーニング娘さんとかの曲を、え、その世代なんだって言うから、最近の曲を私今歌ってるのに、最近の曲を歌ったらはて何の曲かなっていうのはやめていただきたい。やめてください。私は今の時代の曲を歌ってるんですよ。カタカナのタカさん、ガントチャートさん、タワさん、ウリンちゃん、シシさん、ギフトありがとう。シュージさん、めっちゃかわいい、ありがとう。分かったよ、最近あの流行ってるやつ、あ、いいよ。無罪無罪美少女無罪のやつでしょ、知ってますよ。美少女、うん、美少女無罪よ。知らんやろみんな、知らんやろみんなね。美少女 無罪パイレーツっていう曲なんか止まる、無罪無罪美少女無罪、ドキドキしてるルージュ、まだ早い、チュ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 、無罪無罪。知ってますよ、私は最近の音楽をもうけたたましく追ってるから、最近の音楽けたたましく追ってるから知ってるよ。本当は知ってるけど、みんなが知らないかなと思って、ちょっと10年前20年前の曲を歌ってるわけなんですよ。そうだから、それに対してえ、その世代なんですかっていうのは違うの。私がみんなに合わせてるっていう、そういう話になっちゃうんです実はのところ、実はね、分かりましたか。そうだよ、みんなに合わせてあげてるんですガントチャートさん、ウミガメさん、カタカナのタカさん、ワタさん、タアさん、ガントチャートさん、ギフトありがとう。携帯見せてよ今から、携帯見せてよ今から、携帯見せてよ今から、ね、今からね、いいでしょ、携帯見せてよっていう曲とか知ってない、うわ知らないでしょ、しカマキリ攻撃
カマキリ攻撃でマウントを取る。私香川照之さん私香川照之さんと同じ誕生日なんですよ。もしかしたらもうカマキリ、私もカマキリのこれしてたらさ私もカマキリのお仕事が来るかもしれない。カマキリ先生、ちなみに私の誕生日同じ人は香川照之さん羽生結弦さんそれから方誰だったっけ、名前忘れちゃった、昔の歴史上の人物の、あ、与謝野晶子と同じなんですよ。え、私呪術廻戦の五条悟と同じ誕生日なんだ。与謝野晶子、そう、与謝野晶子と一緒なの。幕張でのツーショットはカマキリ、いいよ。カマキリポーズしようあ、ツーショットカマキリポーズおすすめだよ。カマキリ、あこじさんと同じ誕生日えーすごい、ニュースなのか、変わってる人だよきっと。与謝野晶子、あいこじと与謝野晶子、与謝野晶子はニコイチだから、ニコイチだから。高野隆さん、バーバブさん、ギフトありがとう。与謝野晶子の生まれ変わり、そうそうそう、まあそんなとこかな。与謝野晶子さんに似てる気がする。うそ似てる顔が。こんばんは。性格が、雰囲気が似てる。そうなんだ。上白石萌歌さんの雰囲気持ってる。初めて言われたんだけど初めて言われた。それは声が似てる？待って待って、与謝野晶子さんの声知らないんだけど、与謝野晶子さんの雰囲気知ってる人、会ったことあるの？
みんな与謝野晶子さんに会ったことあるんですか。どういうこと？どういうこと？スクルルルスクルルルスクルルルもう本当にかゆい、嫌だ。もうなんでさ私の足を刺すの？蚊の跡がかゆい。一括で買ったベンツで帰宅。スカー無比ないです。かゆい、マジかゆい。 O 型じゃないよ私、 A 型です。超 A 型です。 A 型最近何かあったの？私の様子がおかしいから、ほら最近何かあったのって聞かれたじゃん。何もないの。普通なんです。これが申し訳ないけどこれが普通なの。いつも通りだよ。こういう人なんだよ。そうそうそう、こういう人なんです。トゥ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 ルル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 トゥ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 トって言われた。ちょっともうここから起き上がれない。ちょっとここから起き上がれないな。
じゃあ1ミリ出ますよ、みんなでせーのって言ってね、いくよ、せーの、もう一回出るよ、いくよ、せーの、せーの、ライライライジンさん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 、オーイエーソーライジンさん、岩また登ってゆくソーライジンさん、夜明けはそばに来てる、ああ、光へどこから、どこまでも広がってく、そらーらーじーさん、違うよ、私がね、あの踊れるダンスなんですよこれ。そう他に踊れるものといったら、何が踊れるかな、踊れるものはないかも踊れるものなかった、待って待って、なんか違う、え、真面目なんだけど、私ち、え、真面目だよ、楽屋でやってみて好評だったら私を楽屋芸人にするな私を楽屋芸人にしないで、ゆきりかがいたらな、ゆきりかと私一生こういうのやってるんだけどな ゆきりかがいるときはね、ちょっと豹変するんですよ、二人で変なことしてる、
そう、でもね、あのね、ゆきりかはね、そうやって裏でしかやらないの。私もこうやってあの裏でしかやんないけど、恥ずかしがり屋だから、やっぱりアイドルってことを忘れたくないからさ。でもね、結構ね、あの二人でふざけるんですよ、ゆきりかと。そう、実は「ショールームは」なんか表に見えた裏じゃないですか素顔みたいな。そうそう、もう1時間経ちましたか。あ、もう10時20分だ。じゃあ皆さん、1時間半になりそうなので、もうこの辺で終わっておきたいと思います。おやすみなさい。あいこ次元かーい、あいこ次元かーい、あいこ次元かーい。おやすみ。13位キヨさん、12位ズーミンさん、11位バオバブさん、10位ソリアさん、9位ツノちゃん、8位ウミガメさん、7位ウリンちゃん、6位カタカナのタカさん、5位クジマサさん、4位ジャボテンさん、3位ヒゲメガネさん、2位ガントチャートさん、そして1位はシュウジさんでした。じゃあ皆さん、今日もお疲れ様でした。メイクはちゃんと落として寝ますよ。みんな、今日はありがとう。全員、全世界の皆さん、今日もありがとうございました。バイバイ、おやすみ。23時23分に終わろうかな。こういうね、眠たい時の配信ってね、次の日何をしたか覚えてないんですよ。本当にもうこんなね、恥ずかしくふざけた配信をね、振り返りたくなくて、だいたい次の日もう記憶から消しています。あと1分。ちょっとお部屋片付けないとやばい。明日はお部屋片付けます。いや、今からさすがに無理。じゃあありがとうございました。もうすぐ
23時23分あ、なりました。おやすみなさい、バイバイな。みんなお疲れ。明日から3連休、楽しむ方は楽しんで。